が二つ見えてんじゃん。いや俺もだ、そんなに酔ってないのにこれ現実なのか。いやそんなわけになって光の屈折とかだろ。のんきにパーティーなんかしやがって。ねえ、今すぐ警察に行ってもいいんだよ、証拠があるし。嫌だね。それじゃレイチェルが浮かばれない。犯人に報いを受けさせて仇を取る。プレスコット家がどんだけ力を持っていようが私を止めることはできない。マックスもついてるしだろ。最後まで付き合うよ、当然でしょ。日食の次はこれかよ。ねえ、なんか輪郭が変じゃない？二つともそっくりだな。あれ何？ちょっとクロエ、空を見て。そんなのどうでもいい。世界が終わるならそれでいいさ。分かってるの？何かの予兆だよ、絶対。ああ、姉さんの人生が終わる予兆だ。世界の終わりにようこそ、お嬢さんたち。俺をエスコートしに来てくれたのかい？なんだかご機嫌だね。あの後大丈夫だった？止めてくれてありがとな。姉さんはマジでヤバい。今どこにいる？あの後寮では見てない。俺はずっと部屋にいたしな。もしかしてお酒飲んでた？ビールをコップ半分で飲んだとみなすならね。行こうマックス。なあ待てよ、引き止めて悪いけど一枚だけ写真撮っていいか。なんだか本当に世界の終わりが来たみたいな気がしてさ、明るい未来的な何かを持っときたいんだよ。うん、気持ちはわかるよ。わかってるわかってる、俺うざいよな。一枚でいいからさ。あいいよ。バカバカしい。行くぞマックス。ごめん、普通の高校生っぽいことして喧嘩のことは忘れたかったんだ。俺人を殴ったのは初めてなんだよ、ずっとやられる側だったからさ。ウォーレン、もう少しだけ協力して。姉さんを見たらすぐ連絡していい？向こうには気づかれないように。大丈夫、俺存在感ない方だから。そんなことないよ。じゃあ後で。コートと荷物はこちらにどうぞ。いえ、猫画像が入ったタブレットは知らないよ。クロエ、どこ行っちゃったの？世界の終わりへようこそ。荷物があったら預かるけど。いい。ところで姉さんは来てる？来てないよ、見たくもないけど。っていうかさっきも姉さんのことを聞かれたばっかりなんだけど。誰に聞かれたの？青い髪のパンクっぽい女の子、レイチェル・アンバーのポスターを貼って回ってたからよ。ごめんね、私ここの仕事で忙しいから。そう、ところでどうしてここにいるの？ボルテックスクラブに興味があったなんて意外。ただのバイトだよ。クラブの様子はどう？何か変わったことはない？別に誰もケイトのことなんて気にしてない。こんなパーティー中止にすればよかったのに。私が行けてないからそう思うだけかな。そんなことないよ、ステラは頭もいいし誠実だしすごく頑張ってると思う。きっといつか成功するよ。ありがとう、そう言ってくれると嬉しいけど。ね、どうしたの？真剣な顔して。ちょっとね、姉さんを探さないといけないの。それと彼に会ってもあんまり近づかないでね。もちろん、どうせここで仕事してるだけだし、もし姉さんが来たらメールで教えるよ。
殺す。ダニエルがその気になってくれて。ところでネイサン・プレスコットを見かけなかった？いや、ここに来てからずっとブルックと一緒だったから。大丈夫？思い詰めたような顔してるけど。大丈夫、いろいろありすぎて疲れてるだけ。まあごたごたは日常茶飯事だもんね。うん、でも終わりにしなきゃ、レイチェルのためにも。よくわかんないけど気分転換が必要そうだね。今度ブルックとポートランドに行くんだけど、一緒にどう？大勢の方が楽しいし。ありがとう。私今は大事な用があるから。これで頑張ってね。きっと立派なアーティストになれるよ。いつか美術館で盛大にお披露目してみせるよ。じゃあね。ブルックじゃない、マックス。まさかこんなところで会うとは思わなかった。私も。ところでネイさんを探してるんだけど。ブルック、私は見てないよ。あんなやつわざわざ会いたいとも思わないし、あいつもクラブも大嫌い。私もこのパーティーでボルテックスクラブの歴史もおしまいになればいいのに。そうなったら私もせいせいするんだけど。ウォーレンには会った？ううん、ダニエルと話してたから。週末にポートランド美術館に行こうって誘われたの。そうなんだ、面白そうだね。ダニエルって美術館とか詳しそうだし。まあ私は科学の方が専門なんだけど、それしか取り柄のない女って思われるのもあれだしさ。そんなことないよ。ブルックは自分に正直でいようとしてるだけ。みんなそうだって。どうしたの？悟りでも開いたみたい。雪と日食の影響で変な力に目覚めたとか。今なら空でも飛べるんじゃない？超能力があってもいいことばかりじゃないと思うよ。大いなる力には大いなる偽りが伴うみたいな。そんなものかな。アルカディア・ベイを守って悪と戦ったりできればいいのにね。まあね。じゃあまたね、ブルック。またね。来週一緒にドローン飛ばそう。誰も姉さんの居場所を知らない。どこかに隠れてる。エナジードリンクと炭酸ソーダが山ほど。お酒もどこかにありそう。コートに一人で飲んでる。テイラーもビクトリアもいない。何かあった？金払ってでも見てか。やべえ、やっちゃってる。むしろ成功じゃね。ちょっとふざけないで。そんな嘘でしょ。アリッサ、ちょっと大丈夫？無様にプールに落ちた姿を見て。それ聞く？にしてもマックスが警告してくれないなんて珍しいね。
それにしてもよかった、またアリサを助けることができて。マックスはスーパーヒーローだよ。いつも私を助けてくれるし、ロバート・フロストの詩みたい。その詩聞かせてくれる？いいけど、語りは下手だからね。遠い遠い先の日に、私は深く息をつきながら語るだろう。森の中で道が二手に分かれていたことを、そして踏み固められていない方の道を選んだことを、その選択が全てを変えたことを。ありがとう、アリサ。今の私にぴったりだよ。聞かれなくて安心した。いつもありがとうね。みんながマックスみたいだったら、ここももっと良くなるのに。いつかそうなるといいな。ねえ、アリサ。あ、何？今度は警告しに来たわけじゃないの？ちょっと身構えちゃって。ケイトが飛び降りるところだったっていうのに、パーティーを開くなんて。みんなケイトが死ななかったからパーティーができるって喜んでるのかな。私はとにかくケイトがまた絵を描けるのが嬉しいよ。おばさんも珍しく親身になってるし、それは良かったと思う。私、ケイトの仇を撃たないといけない。こんなこと二度と起きちゃダメだよ。何か知ってるんだね。顔を見ればわかるよ。説明しなくてもいいけど、手伝えることがあったら言って。今度は私が助けるわ。うん、なんていうか、こんなパーティーに出るなんてきっと最初で最後だよね。そうかも。私はさ、今週かなりきつかったし、みんなが集まってるとこで気晴らししたかったんだ。嫌いな奴らばっかだけど。アリサってビクトリアに絡まれないよね。私とかケイトとかと違って。殴られると思ってるんじゃない？実際、殴ってやった方がいいかもね。姉さんを探してるんだけど、どこにいるか知らない？ VIP ラウンジじゃないかな。 VIP って高級クラブかって感じ。ありがとう。アリサ、気をつけてね。マックスがいれば怖いものなんてないよ。じゃあね。何してんの？そんなにトイレットペーパーで遊ぶの楽しい？休めばまた飲めるか。今はそんな気分じゃないけど、面白い写真になりそう。ジャスティン、大丈夫かな？あれ、マックスじゃん。クソつまらねえパーティーにようやく救世主登場だ。楽しんでる？なんかだいぶ出来上がってるみたいだけど、つまんなそうだね。そもそもどうして来たの？他に行く場所なんてどこもねえからさ。だってよ、デーナも来てるし。まあ俺とじゃねえけど。だからクソつまんねえとも言えるわけですよ。レーナとトレバーが一緒にいるのきついよね。カッコつけてクールでいようと思ったのにさ、あいつらが一緒にいんの見たら、なんか泣けちまって。誰だってそうなるよ。わざわざ蒸し返すようなことを言ってごめんね。でもジャスティンは優しいから、きっとそのうちいい人が見つかると思う。大丈夫だよ。なあ、ちょっと今日変じゃねえか？なんかえらい余裕ない感じだし、鈍感な俺でもわかるよ。何かあったのか？とりあえず一服いっとく？大丈夫。それよりもう行かないと。ジャスティンも外の空気に当たってきた方がいいよ。さすがマックス、いいこと言うね。確かにここにいても気が滅入るだけだ。いい場所もねえさ。一応スケボーでもやってくるか。賛成。一枚残らず破って回りたい。ああ、みっともない。ちょっと、やだ、なん
でこんなものがあるの？1時間くらい吐いてるんじゃないの？怪しいことしてるか吐いてるか、その両方か。ああ、やだ。クロエかな。一緒に入っちゃうよ。そんなんじゃないよ。つまんないパーティーの必需品。 VIP ラウンジの受付、どうしてコートにじゃないんだろう。 VIP とか言ってバカみたい。ダサい。中に入りたいんだけど。悪いけどこの先は VIP 専用スペース。わかる。悪いけど私はゲストなの。よく見て。あんたみたいなのが VIP リストに入ってるわけないじゃん。残念でした。私はうざいな。入りたいならコートニーに行って。私代理でいるだけだから。どうにかして VIP ラウンジに入らなきゃ。コートニー、何してるの？マックスコールフィールドがボルテックスクラブのパーティーに来るなんて。雪でも降るんじゃないの？でも降ってた。それで何か用？一人でいるのも嫌だったから。ゲストの名簿に私の名前もあるはずなのに、入り口の人が通してくれないの。あなたが名簿に？ありえないと思うけど、確かめてみるから。ついてきて。ねえ、マックスがゲストに入ってるはずだって言うんだけど。ウケるよね。とりあえず見せて。嘘。ほら、それ私の名前でしょ。ちょっとバカにしてるの？これ私の字じゃない。名簿は私が作ってるんだよ。ビクトリアの言ってた通り。あんた本当うざい。どこまでして入りたいの？もうボルテックスクラブに近づかないで。わかった。ほらさっさとどっか行ってよ。ジュリエットを傷つけたら絶対許さないからね。ザックとよりを戻したんだ。リベンジポルノとかされなきゃいいけど。 VIP ラウンジでも踊りがダサけりゃ意味ないのに。トレバーと末永く幸せに。マックスじゃない。来るつもりだったなら言ってよ。一緒に服選んであげたのに。ちょっとそれどころじゃなくてね、レナ、ネイさんを見かけなかった？うん、トレバーと踊ってたからね。マックスも来なよ。それにトレバーのダンスひどくない？
すごく仲良さそうだね。まあね、彼はローガンとは大違い。将来の話もできるし、私のことも考えてくれる。そっか。でも姉さんには近づかないでね、お願い。近づくつもりもないけど。しかし姉さんもかわいそうだよね。家族のこととか大変そうだし。彼のお父さんについて何か知ってる？金持ちだってことくらいしか。姉さんは嫌ってるみたいね。あの家族もそうだけど、このクラブもいろいろおかしいよ。レーナもそう思うんだね。別に友達と遊ぶのにクラブなんていらないし、トレバーたちと一緒にいるのも楽しいしね。もういいかなって。そっか、トレバーと楽しめてるみたいでよかった。でもね、彼ったらほんとダンス下手で。うわ、ひどっ。姉さんの次のターゲットはビクトリア。教えてあげるべき。潰れてるし、誰も解放してない。何も学んでないんだ。ヘイデンがまた絡んでる。弱いなら無理して飲まなきゃいいのに。ねえヘイデン、見ろよ、スーパーマックスがピュアを守りに参上だ。姉さんを見てない？悪い、ちょっとやりすぎたみたいでさ、頭回らないんだわ。とりあえずマックスも隣に座りなよ。私はいい。硬いこと言うなって。ちょっとぐらいいいじゃんか。ほらほら、遠慮しないでどうぞ。ちょうど隣空いてっから。ほら、今そんな気分じゃないから。それで誰か姉さんを見てないの？そこら辺にいるやつに聞いてみれば。それともやっぱ隣に座りたくなって？ビクトリアはどこ？さあ自分で探してくれよ。俺はほら今いいとこだからさ。ほどほどにしておいた方がいいよ。なんだよ、しらけるな。人生楽しまなくちゃ損だろ。せっかくマックスとデーナがパーティーに来たって喜んでたのにさ、説教するだけかよ。マドセンじゃねえんだからさ。前のパーティーでケイトに起きたこと忘れたの？とにかく姉さんには気をつけてね。俺には関係ないね。じゃあな、優等生。いかにもボルテックスガールって感じ。マックスじゃん、よく来たね。テイラー、姉さんを見なかった？うん、正直会いたくない。最近なんか怖いし。ビクトリアなら知ってるかも。怖いってどんな風に？前から気味悪いと思ってたんだよね。面白いやつだけど周りのこと考えないでしょ。なのにボルテックスクラブに入りたかったの？私はただ家を出ていい学校に入りたかっただけ。勉強したり友達とパーティーに行ったり。でもケイトの件で間違いに気づいたんだ。ケイトは前のパーティーで姉さんに薬を盛られたの。テイラーも今夜は何も飲まない方がいいよ。大丈夫、姉さんがいるときは気をつけてるから。何されるか分かったもんじゃないし。そう、じゃあ私もう行かなくちゃ。気をつけてねテイラー。お母さんによろしく。ありがとう。今はもうだいぶ具合良くなったんだ。心配してくれて嬉しいよ。お菓子だけ？ボルテックスクラブにしてはケチだな。ボルテックスの VIP バー、お酒出してる。ローガン、いい感じになるどころかダンスの相手も見つからないと思うよ。ローガン、ちょっと話があるんだけど。マックスか、いいぜ。でもその前に一緒に踊れよ。いや、いい。姉さんを見てない？なんだよ、ビクトリアもテイラーも断りやがるしよ。お前姉さんに会いたいのか？なんで？いいから教えて。金目当てならあいつの親父を狙った方がいいぜ。このクラブの資金源だしな。 VIP ラウンジ様々だ。ただのプールでしょ。で、姉さんは見てないの？
ビクトリアに聞けよ。あいつなら知ってるだろ。なあ、なんでそう詰めてんだよ。お前イケてるしさ、たまには話でもしようぜ。いい加減にして。デーナは妊娠した時ローガンを一番必要としてたんだよ。なのに見捨てた。それで今度は私、恥ずかしいと思わないの？きついこと言ってくれんな。おい、俺もデーナのことはマジで悪かったと思ってんだよな。どうすればいいと思う？まずは女の人に片っ端から手を出そうとするのをやめること。あとはあなた次第。よく考えて。それとダニエルには二度と手を出さないで。じゃないと後悔するから。それじゃあ。ああ、なんか驚きも失せちまった。じゃあな、マックス。わざわざ有名 DJ を雇ったんだ。ケイトは自殺未遂、レイチェルは死んだ。人殺しクラブへようこそ。セレブ気取りでいい気になって、他人のことなんてどうでもいい。もし今竜巻が来てくれたら、私ただ座って見てるよ。でもクロエをほっとくわけにはいかない。こんな気持ち嫌だ。怒りと悲しみしかない。ここにいるわけ？私ゲストなんだけど。ありえないし。ちょっと黙ってて。今は無駄話してる場合じゃないの。言うじゃない。私が一度謝ったからって調子に乗らないでよ。そんなことどうだっていい。つい先日ケイトが自殺しようとしたんだよ。ここにいる全員の目の前で。私のせいじゃないわ。こっちに文句言わないでよね。責めるつもりはないけど、ケイトが教会に行く真面目な子だってことは知ってたでしょ。どうして動画を広めたりしたの？あんなことするつもりじゃなかったの。でもワインのせいでみんなどうかしてたから。ひどすぎるよ。ケイトが一体何をしたっていうの？しかも懲りずに屋上にいる時の動画も撮ったんでしょ。あの動画はもう消した。私はケイトと仲良くなかったけど、だからってあんなの望んでないし、そこまでひどい人間じゃない。ビクトリアのことを信じたい。でもだったらなんであんなことを？私だってよくわからない。劣等感だけは人一倍でさ。でも私は別に立派な人間にならなくてもいい。写真家にさえなれれば。私ビクトリアの写真すごいと思う。人を押しのける必要ないよ。甘いわね。親がギャラリーを持ってるからわかるのよ。人を蹴落とさなきゃ勝てない世界なの。そんなことない。まあ私は先生をコンテストから追いやっちゃったんだけど。まあね。でもありがとう、また褒めてくれて。私すぐ自信なくしちゃうから。私だってそう。でも結局自分次第だと思う。そうは思えないけど、言いたいことはわかるよ。私たちって友達になれないの？友達でいいじゃない。お互い写真家を目指してるし、変わり者で見えっ張りだし、わだかまりを忘れて付き合えばうまくやれるよ。そう思ったこともあった。私の写真をアベドンっぽいって言った時に、ま、すぐ正気に戻ったけど。もったいないな。きっと素敵な友達になれたよ。うん、そうかもね。きっとそうだよ。マックス、ボルテックスに入る気ない？まだ間に合うよ。本当、間に合うといいんだけどね。どういう意味？聞いて、あなたの身が危ないの。ビクトリアのお姉さんと仲いいのは知ってるけど、あんな危険なやつ信用しちゃダメ。姉さんはね、ケイトに薬を持っただけじゃなくて、その後怪しい場所に連れ込んだんだよ。は？そ
そんなわけないじゃん。どうしてネイさんがそんなことを。まだわからない。でもケイトを見たでしょ。そして次はビクトリアが狙われてる。バカバカしい。ネイさんは私の一番の友達なんだけど、ちょっとした問題は起こすけど、それだって彼のせいじゃない。全部あのろくでもない親が原因よ。ちょっとどころじゃないよ。全然ちょっとじゃない。私のことは嫌ってもいいけど、この話は信じて。確かに私がペンキをかぶった時、マックスはバカにしなかった。私マックスのこと嫌いじゃないよ。ちょっと変わり者だけどね。私きっと嫉妬してるんだと思う。マックスと違って人の考えを気にせずにいられないから。本当はね、私も最近の姉さんが怖いの。今日は見かけてないけど。とにかく姉さんには近づかないで。それと絶対一人にならないように。今回は言うこと聞いてあげる。今夜は他の子たちと一緒にいるようにするから。心配してくれてありがとう。でもその話が本当ならあなたも気をつけて。私は大丈夫。あと、もし何かあったらメールして。うん。ありがとう、ビクトリア。じゃあね。ビクトリアと私にも望みがあるのかも。忠告してよかった。無事でいてね。やっとクロエ発見。姉さんは見つかってないみたい。クロエ、姉さんはここにはいないみたい。誰も見てないって。上も調べたけどいなかった。ああ、もう。ということはきっと寮だね。急ごう。終わりにするんだ。マックス、来てたのか。ああ、ジェファソン先生。二人とも何かあったのか。思い詰めた表情をしてるが。あの、ちょっと姉さんを探してたんです。いつ姉さんと友達になったんだ。彼とは午後に会ったきりだ。かなり興奮してた。ケイトの一件以来、まあずっとあんな感じだ。ええ、確かに。また後で話そう。これからコンテストの優勝者を発表しなきゃいけない。君も参加してくれればよかった。今後に期待してるよ。はい、頑張ります。では失礼するよ。急がないと。行くぞ、マックス。それでは皆さん。ジェファソン先生。はいはい、分かったか。静かに。パーティーの邪魔をして申し訳ないが、日常ヒーローコンテストの優勝者発表に移ってもいいか。その前に、まずは参加者全員、そして参加しようと考えてくれたみんなに礼を言いたい。ジェファソン先生、素敵。自分の作品を世に出す、これはアーティストを目指す上で最も大切なステップだ。そして君たちはこの学校とその理念を体現してくれた。僕にとっては君たち全員がヒーローだ。では発表しよう。優勝者は、おいおい、おっと、なんとビクトリア・チェイス君だ。ありがとうございます、ジェファソン先生。私がブラックウェルに入ったきっかけは、先生の作品に感銘を受けたからです。これからもそのお名前に恥じない作品作りを続けていきたいと思っています。それからもう一つ、私はこの賞をケイト・マーシュに捧げたいと思います。彼女こそ本物のブラックウェルのヒーローです。一日も早い回復を願ってます。以上です。調子に乗らないでよ。誰もの予想通り、ビクトリアの優勝か。まさか先生を脅迫してたなんて信じられるよね。どうでもいい。レイチェルが生き返るわけじゃない。それよりネイさんだ。分かってる。寮を探してみよう。
やばい、姉さんからのチャットだ。証拠は全て消すって。待って、それってもしかしてレイチェルの遺体も。姉さんが襲ってきたらすぐ巻き戻せ。見つかっちゃうでしょ。よかった、まだここにいる。見ない方がいい。Go ahead.